さらに小野寺大臣は無慈悲に追い詰めるのであった。今や防衛大臣を批判する声というのが高まっております。とりわけ保守系保守派の論客の中には、この腰抜けがみたいな声がたたたたたたたあります。それは南国による横レーダー照射事件、これへの対応が未来志向だなんつっちゃってね、毅然とした態度を取らない岩谷大臣に対しての批判の声です。その批判の声に関して私も同意はしますが、しかし防衛大臣を変える段階ではないというのが私の立場。それは以前この番組でも指摘したように、防衛大臣の交代というのはこちら、まあ、殿下の方と抜いちゃうよーんというメッセージになるので、今まだその段階ではないということ。それともう一つ、大臣変えろっていうのはよくこんな人たちが主張することじゃないですか。でもちろんその正当な理由があればね、大臣変えなきゃならないのですが、大臣変えるとですね、認証式といって陛下のねお手を煩わせなければならない。それが私にとっては心苦しい。天皇陛下のお手をね煩わせるならば、その段階に来た時で十分なのではないかな。それも今まだ岩谷大臣でいいんじゃねえのっていう理由の一つ。そして今はまだ岩谷大臣でいいかなと思う理由がもう一つあります。それは有利なカードというのは最大限活用すべきと考えるからです。そのカードとはもうね、もちろんこの殿下の宝刀です。はい、小野寺五典さん、前防衛大臣の小野寺さんをもっと有効に活用すべき。そのためにはこの段階で大臣になってもらうよりは、一議員の立場からご活躍なされた方が良いと考えておりました。そのご活躍の機会は早くも2月4日の衆院予算委員会で訪れました。自民党の質問に立った我らが小野寺五典さん、南国に対して無慈悲な質問を連打。というか、大臣への質問は防衛大臣、外務大臣、そして我らが安倍晋三首相、この3人だけでほぼほぼ独演会。それはすなわち、今南国がやっていること、これがどういうことなのかということをおさらいして国民の皆さんにドドーンとお届けしましょうというメッセージだと私は受け取りました。というのは、小野寺さんの質問というのは NHK でドドーンと放送されていました。それはすなわち国民の皆さんに、今南国様はこんなことやってますよということをお伝えするため。国会質疑というのは新聞なんかにも載るんですけれど、要約されちゃうと肝心の質問がこうカットされちゃう。これはいわゆる盛りかけの賭けの方の話で、加藤守幸前愛媛県知事が質問したこと、これらがまるっと無視されちゃって報道されずに、後にこの加藤守幸さん自身がおっしゃっていたように、報道しない自由を行使するからなのですが、NHK のこの国会の中継というのは、とりあえずお昼休みご飯パクパクの時間以外は全部ドドーンと流すんで、平日の昼間、まあ見られる人というのは限られますが、それでも多くの国民の皆さんの知るところになる、それを狙っての小野寺さんの質問だったのではないかと見ることができます。それは北朝鮮への安保理決議違反の背取り、船を並べてね、洋上で荷物を積み替える、まあ、密輸です。これを監視しようという動きがあり、我らが自衛隊に世界各国が協力してくれ、アメリカ、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、そして今度はフランス、オフランスの方も協力してくれることになった。と、小野寺さん。ロックオンレーダーにしても、韓国駆逐艦には前後にレーダーがあって、そのうちの一つが完全に我らが P-1 哨戒機の方を向いていた。そのことが何を指し示すかといえば、この銃口をこめかみに突きつけられて、この指が引き金にかかっているようなものと説明します。こんな状態にもかかわらず、我らが P-1 哨戒機は冷静に退避行動、回避行動をとって、韓国の皆さんどうですか、大丈夫ですかと声をかけたところ、韓国駆逐艦の方は聞こえないと言ってはいませんが、何も言わずに無視。そもそもあの場所は日本の EEZ 内、北朝鮮が漁をすること自体が違法だ。
さらに北朝鮮の船が遭難したんだったら我らが哨戒機とね協力するのが当たり前でしょ。ところが SOS の電波は出ていましたかと質問したところ、出ていませんでしたとの答えを引き出す実に無慈悲な小野寺さん。小野寺いつのり防衛大臣は次々と南国様の主張を論破していきます。あちらさんの言い分を時系列で並べ、当初はロックオンレーダーの照射を認めていた。ところがすぐにレーダー照射してないとか言い出し、今では我らが P1 哨戒機が威嚇飛行してきたとかつって話をすり替えている。さらに無慈悲な小野寺さん、南国側が低空飛行の証拠写真だと言って出してきたその画像をもとに、我らが P1 哨戒機がこんな小さく写っているそのシーンを切り出し、この P1 哨戒機の長さは38メートルあると、これをこう縦にこうやってやっただけで韓国側が主張する60メートルとか70メートルの低空飛行ということはありえんティーと論破してみせます。さらにそのこんな小さな飛行機を見ただけで脅威と感じるものでしょうかと実に無慈悲な小野寺さん。この無慈悲な小野寺さん、正直からかったのかなと思うのが、こうした韓国側の苦悩の話をそうだと受け止めるわけにはいかない、ね、南国が苦悩しているだって。小野寺前大臣は韓国側が主張する強力な対応、これについて一般的な国防の常識に従えば、世界の国防の常識に従えば我が自衛隊に危機が及ぶ、これをとても懸念しておりました。そしてこの懸念を表明する直前、韓国という主語を北朝鮮とポロリ、こうした南国に対して無慈悲な質問を繰り返した小野寺一則さん、まとめとして自衛隊が危険にさらされないように気をつけてほしい、そのために政府は防衛省は何をやってるのかという質問に対して、岩谷防衛大臣ルル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 ル的にダラダラと説明を繰り返した後に話し合いで解決したいだって。岩谷大臣の説明を受けて小野寺さんは、かつて中国が我らが自衛隊をロックオンした事件、これについて西側諸国、アメリカをはじめた西側諸国に訴えたところ、中国側の方もこれはやばいとバレちゃって、キューズという海軍同士で話し合う仕組みができた。そして今回もキューズという場所を設けてちゃんと話し合って再発防止に努めてほしい、そうしなければ北朝鮮の背取りを監視しているアメリカ、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、そして今回フランスも加わる、この哨戒機が安心して飛べないではないかとね、実に真っ当な指摘をしておりました。そのためには外務省の力も借りたい。すると河野大臣、実に簡潔にしっかりとやっていきたい。河野大臣の回答を受けて小野寺さんはここでもキューズを開いてほしいと繰り返します。さらに小野寺大臣は無慈悲に追い詰めるのであった。というのは、あの例の応募校、旧朝鮮半島出身労働者、これへの賠償判決を下した韓国最高裁判決、韓国ムン・ジェイン大統領は司法のやることだなんつってねおっしゃっておりますが、ムン・ジェイン大統領になってから最高裁判事が入れ替わっている、そこに政権の意図があったのではないかと言わずにそれを匂わす小野寺さん、実に無慈悲。つまりは最高裁人事に政権の思惑意図があったのではないかと匂わせたのです。さらに日韓基本条約並びに日韓請求権協定、これを簡潔に述べた後、当時の韓国は製鉄所を作りたかった、しかし国際機関はいやいやまだまだ韓国さんにはまだ早いんでお金貸しませんという回答、これに我らが日本政府、そして日本の企業が困っているならお助けしやしょうと、お金だけではなく技術がなかったんで技術もお貸ししやしょう、その時協力したのが八幡製鉄所と富士製鉄所、そしてこの2社が合併して新日鉄になった、助けたところに訴えられる、こんなことわざがありますね、恩をあだで返すアホか。そんな無慈悲な殿下の宝刀小野寺一則さん、朝鮮半島に残してきた資産、民間の資産まで含めて当時のレートで51億ドルあると、そこまで指摘しておりました。
こうした指摘というのは、一国会議員だからできること、大臣の立場になっちゃうと、これはなかなか難しい。小野寺防衛大臣の質問時間というのは、だいたい10分にも満たないぐらいなのですが、この10分を見るだけで、今回の日韓の問題というものが全てわかる。実に見事で無慈悲な質問でした。まあね、多分これもでも既存メディアは大半を報道しない自由、まあ、厚生労働省のね不正統計とかそこら辺をネチネチやるんでしょうね。しかし残念です、我々にはネットがあります。そして笑ってしまったのが、この国会中継、こんな人たちが YouTube に勝手に転載して無断でライブ配信してやんので、そこでなんで保守系の YouTube ばっかり再生回数伸びんだよとかってね、愚痴がこぼれておりました。それは単純にイデロギー的なこっちとかこっちとかの話ではなく、多くの日本人って嘘が嫌いなんですよね。そしてこうしたネットにはこうした発言した事実が残されていく。そこに未だこんな人たちは気づいていない。このように無慈悲な質問というのは、やはり前防衛大臣であり、そして自衛隊の信任が厚い小野寺一則前防衛大臣だからできることという意味から、私は野田防衛大臣でもうちょっとだけいいのかなという立場に立っております。一方、次の防衛大臣にあのひげの隊長の佐藤さんをっていう声もなきにしもあらずなのですが、小野寺さんの無慈悲な質問の中にあったように、キューズとか開くようになると、やっぱ外務省との連携も必要なんです。そしてこの外務省というのは、皆さんご存知のように、私の右手がこうストレッチしてしまうような、こうした政策を取ってくる、こうそうした外交政策を平気でやるところなので、そこに今外務副大臣としてひげの隊長がいらっしゃるということは大変心強い。そしてまさか我らが安倍晋三首相がこのような状況になる、こんなとんでもない状況になるなんてさすがに想像していなかったと思いますが、しかしひげの隊長を外務副大臣において小野寺一則という殿下の宝刀を残しておいた、さらにこれは深読みも過ぎるという話だということは重々分かっておりますが、あえて岩屋大臣にしたのは、そして今もまだその人事に手を入れていないのは、国民の皆さん、大臣というのは誰がやっても良いものではないんですよ。とりわけ防衛大臣というのは我が国の国民そして安全、これを守るために重要な大臣なんですと国民の皆さんにお伝えするためだったのかな、かな。いずれにせよ、小野寺前防衛大臣が繰り返したのは、自衛隊の皆さんが、我らが国民の命を守ってくれている自衛隊の皆さんが安心して働ける環境を作ってほしいということ。完全に同意します。そして、この殿下の宝刀があることをつくづく嬉しく思う今日この頃でございます。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。完全勝利席というものが、赤が勝ち、ヤクザが打ってバカがいる。あの病気だってあなたに会えたから。